皆さんこんにちは。さっさっさと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。声のする方に進化するワークマン社外取締役のサリーです。今日はですね、これよく聞かれる質問なんですが、ワークマンって今ワークマン女子があったり、ワークマンプラスがあったり、ワークマンシューズがあったり、ワークマンキッズがあったり、なんかたくさんありすぎて、なんかその違いって一体何なのっていうふうにちょっとね聞かれること増えてきましたので、今回そのワークマンの業態の違いについてちょっと詳しくお話しできればなと思っております。最後まで楽しんで見ていってください。はい、ではワークマンの業態について紹介していきたいと思います。ワークマンというとね、昔ながらのやっぱり吉幾三さんの言う、こうみんなでワークマンのね、名前の通り作業服屋さんっていうねイメージ持っている方も多いかなと思っているんですけれども、まあ、近年は一般向けのね、アパレルを扱うようになり、店舗数も今なんとですね1000店舗を超えております。なんとあのユニクロさんより店舗が多くなっているのがワークマンなんです。で、今ですね、実はワークマンの形態8種類もあるんです。ご存知でしたか？まず1つ目がいわゆる作業服のワークマンですね、路面店にあるワークマン。そしてワークマンプラス、あとはワークマン女子、今日来ているのはちなみにワークマン女子の店舗に来ています。そしてあとはワークマンプロ、さらにワークマンプラス2、そしてワークマンカラーズ、そしてワークマンシューズ、ワークマンキッズと、かなりね業態増えております。では一つずつ紹介していきますね。まずワークマンは皆さんが知っているごくごく一般的な、まあ、作業服をメインにプロの方が扱うような、ワークマンですね。こちら店舗数は現在、401店舗になってます。で、作業服と一般アパレルがありまして、まあ、一般アパレル、アウターとかインナー、帽子、シューズ、バッグなどがあります。入り口入って右側がプロの方が使うような商品が置いてあるところ、入り口入って左側が割と一般的な方にも使えるウェア、そんな感じで分けられている店舗が多いかなと思っております。まあ、基本的には作業服がでもメインで、あのアパレル一般の方も使えるのがあるなっていう感じで、お店の雰囲気としてはやっぱりちょっと女性とかだと一般の方だとちょっと入りづらいかななんていう雰囲気があるのがワークマンですね。で、まあ、店舗により異なる部分もありますが、作業服が6でアパレルが4、一般のアパレルが4ぐらいの割合になっております。はい、続いてワークマンプラスですけれども、高機能低価格のサプライズを全ての人へというのをコンセプトにした、プロ向けのワーキングウェアからオフでも活躍できる、スポーツとかレインウェアを取り揃えた専門店になっております。店舗数ただいま、あ、もうだいぶ増えましたね、546です。店舗による異なる部分もありますが、作業服が4、一般アパレルが6と、一般の方の方が割と、ま、あの間口を広くしているような店舗で、比較的、路面店のワークマンプラスはあの女性でも入りやすそうな、ちょっとねあの開けたような明るさのある店内の作りにもなっております。でワークマンプラスは路面店にもありますが、一部ショッピングモールの中の店舗も、ワークマンプラスになっております。ただ最近はね、結構もうショッピングモールの中のワークマンプラスもワークマン女子にどんどん改装を始めていますので、まあ、今後ちょっとショッピングモールの中のワークマンプラスは減っていく状況ですね。で、実はワークマン女子にしか置いてない製品というのが、実は最近もう多分私のチャンネルをいっぱいご覧いただいている方はあるかと思うんですけれども、女子限定のものに関してもワークマンプラスで取り扱ってないことがあります。ただこれちょっと難しいんですけども、ものによってはその店舗のオーナーさんが女子限定のものでもなんかちょっとうちのお店でも置いてみたいってね発注するとね来るケースっていうのがあるので、ちょっとね一概にこれは女子だけなんですって言えたり、これがでも店舗によってはあの注文すれば入るしなっていうのもあるので、結構店舗によってすごく在庫があの在庫とか品揃えがねあの結構まちまちになるのが比較的この路面店の、ワークマンプラスかなというふうに思います。はい、続いてが今日来ている、ワークマン女子でございます。コンセプトは過酷な日常を素敵に変えるということで、ワークマンのその作業服で培ってきたですね、撥水であるとか防水であるとかストレッチ機能であるとか、そういったものを使ってストレスを我慢せずに過ごす、気持ちに余裕が生まれ毎日を素敵にしよう、これまでの職人さんの過酷な環境を支えてきた機能で女性の365日に寄り添って応援していきたいというコンセプトでできたものです。で、店舗数は46店舗です。
で作業服は一切置いてありません。つなぎだったりとか、あと手袋とかね、普通の路面店のワークマン行くともういっぱい手袋とか置いてあったりもしますが、ここでは置いてありません。基本的に一般的なもの。そして、まあ、店面にワークマン女子って女子がついちゃっていると、あれなんかメンズのものとか置いてないのかなって思われるかもしれないんですが、ちゃんとメンズのものも置いてあります。割合的に言うとレディースが5、メンズが4、そしてキッズが1割ぐらい、こんな、商品構成になってます。ただね、結構メンズのものも、まあ、レディースのものをメンズが着るってあんまりないかも。まあ、体の小さい方だったらもちろん着られるんですけれども、メンズのウェアを女性が着る分には全然できちゃうので、それでやっぱり女性の割合がより増えてくるかなといった感じです。でこちらで売っている製品ではワークマンやワークマンプラスと同じ商品もたくさん置いてあります。だから女子、ワークマン女子だと全部のものがここ限定かって言われるとそうではなくて、例えば今こう目の前にあるこういうパンツですよね、これはいわゆる普通のワークマンでも売っている製品になります。あとこの辺りの防虫のねウェアなんかも、この辺りも路面店のワークマンで普通にね入っている製品になります。ただごく一部やっぱりなんかレディース用のバッグであるとか、あとマザーズリュックであるとか、あとウェアでも、あとレディースウェアでもちょっとあのこれはきれいめ系だなみたいな感じの服は結構ですね、あのワークマン女子限定だったりしますので、まあ、ワークマン女子もっとサリさん紹介してくれてるけどうちの近くにないんですっていう声をねすごくねいただくんですよ。もうあの見ていただいて本当にありがとうございましたんですけど、コメントで、あのこの間までちょうど静岡市にワークマン女子がなくて作ってくださいみたいな意見をいただいて、そうまだまだ今46店舗しかないんで、ただねあの今後400店舗ぐらいよりもっとワークマン女子を全国に作っていこうという流れがありますので、ちょっともうしばらくねお待ちいただけたらなというところでございます。であとワークマンシューズは、ワークマン女子の中の店舗に併設されているワンコーナーって感じですね。かなり靴ってねワークマンたくさん出しているので、その靴を広く取った売り場の部分を、店舗を分けてるわけではないです。あのこっちのコーナー、シューズのコーナーを大きく取って上の方にワークマンシューズって書いてあって、レジは一緒です。ワークマン女子の中の、レジと一緒でお会計をする形になってます。で同じくワークマンキッズもですね、キッズ単体でお店があるわけではなくて、やっぱこういうあの一部の大きな、ワークマン女子の店舗の中の子供服のコーナーをワークマンキッズとして展開しているという感じです。ちなみにワークマンキッズはもう全国で、広げていこうということで、今普通の、ね、路面店のワークマンプラスなんかでも、キッズのコーナー、結構レジの近くなんかに、ね、できてたりしますので、ぜひ、ね、お子さんをお持ちの方はお近くのワークマンで、キッズも、キッズ商品、ね、見ていただくといいかなと思います。続いてワークマンプロでございます。プロのための究極のワークウェア、それは原点回帰ではなくずっと変わらぬワークマンの原点、機能と価格、そしてデザインに至るまで職人の声がする方にワークウェアを進化させると、それが我々の使命ですというところで、完全に作業服に比重を置いた店舗です。店舗数が10店舗ですね。これは私も確かね1店舗だけ行ったことがありますが、本当に作業服だけのお店です。一般向けっていう感じではなく本当にプロのためのお店というのもあります。やっぱりねワークマン女子が展開するにあたって、まあ、ワークマンプラスができた頃からやっぱ職人さんのもともと来ていたあのお客様がちょっとその女性とかがいる中でドロドロの現場の服を着てお店の中に入るのがすごく恥ずかしいとか、なんかちょっと俺たちの店じゃなくなっちゃった気がするみたいな、そういう声も増えてきたので、まあ、そこと分けていくという意味もあってワークマンプロというのも今ねあのいくつか建設がされているところです。そして続いてワークマンプラス2です。これはワークマンプラスの高機能低価格のサプライズを全ての人へのコンセプトはそのままに、プロ向けの商品もワークマン女子とワークマンシューズの一般向けの商品も揃えた全てが揃う、オールスターの店舗でございます。こんなお店もあるんですね。基本的にはねこのワークマンプラス2は路面店です。現在店舗数は6店舗です。で普通の一般的なワークマンの店舗よりも 1.5 倍ぐらい大きい広いですね敷地になっております。そして
最後にワークマンカラーズですね、これは新自分色をコンセプトにカラー展開を前面に出した店舗になっております。まあ、カラー展開というか、なんていうんですかね、もうちょっと若い層、20代ぐらいのちょっとファッションに敏感な層を取り入れたいなということで、立ち上げた店舗でございます。結構ねマネキンがたくさんあっておしゃれなウェアの着せ方をされていたりしますので、まあ、ちょっとねそんな機能とかうんぬんっていうよりも、あ、なんかこれかっこいいじゃんとか、これかわいいねって言って買ってもらうようなことをコンセプトにしているお店です。ただ売っているものとしては基本的にはワークマン女子だったり、まあ、一部のものに関してはワークマンプラスとも一緒のものがありますので、カラーズだからすごく何かが違うっていうわけでは実はないですね。でこちらはですね、東京の銀座に1店舗のみありますが、今後ね、首都圏のターミナル駅にもこちらのカラーズは展開をしていくという予定になってます。はい、というわけで今回はですね、ワークマンの業態の違いについてお話しいたしました。ワークマンとワークマンプラスで基本的に扱っているものは同じでございます。ただね、やっぱりちょっとお店によって在庫状況が異なったり、あと今ワークマン女子は結構差別化をワークマンとしていこうというところもあって、女子限定のね商品っていうのも続々と出ております。あとはワークマン女子という名前はついておりますが、メンズの商品もたくさんありますので、ぜひですね、女子関係ないやではなく、お子様のものもあるので、ご家族でね来てもらえるとワークマン女子とても楽しい店舗じゃないかなと思います。はい、あとですね、ちょっと一つの情報として、キャンプ用品なんですが、今ねワークマン女子で広い店舗、今日来ている札幌の今アリオ札幌っていう店舗に来てるんですが、こちらかなり広い店舗なのでキャンプコーナーあるんですけれども、狭い店舗とかによるともうねキャンプギアなくなっている店舗なんかもあるんですね。あと特に大型のテントであるとか、そういったかさばる系のものとかマットとかね、なんかそういうものが基本的にワークマンのオンラインストアで販売されているので、オンラインストアで注文をして近所の店舗を受け取りという形にすると送料無料で受け取れるようになってますので、うまくねオンラインストアなんかとうまく活用しながらお買い物してもらえるといいかなというふうに思います。はい、で私のチャンネルでは他にもですね、店内レポであったり春夏の新作の紹介もしております。そちらも合わせてご覧ください。あとはもう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルではワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場の紹介もしております。そちらもぜひチェックお願いいたします。今回の動画が良かったという方はいいボタンをチャンネル登録してもらえるととても嬉しいです。それでは次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サギーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。 Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。